からしれんこんは、れんこんの穴にからし味噌を詰め込み、黄色い衣をつけて油で揚げた熊本県の郷土料理である。からしれんこんれんこんは、増血剤として優れている上にからしには食欲増進作用があり、これを使ったからしれんこんは、熊本の一般家庭で正月などに昔から作られた郷土料理であった。今では有名となったので、からしれんこんの専門店もある。 熊本藩主、細川忠都は、生来病弱だったが、ある時全認知である、武前国や馬けエラ人の前奏、玄卓が忠都を見舞った時に、レンコンを食べるよう勧めた。そこで藩のまかない方であった平五郎が、加藤清正が、熊本城の外堀に非常食として栽培していた、レンコンの穴にはからし粉を混ぜた麦味噌を詰め、麦粉、空豆粉、卵の黄身の衣をつけて、 菜種油で揚げたものをただとしに献上し、レンコンを輪切りにした断面が、細川家の家紋と似ていたことから、門外不出の料理とされていたという伝説もある。レンコンの穴に隙間なく詰め込む。家庭であれば、バットのような容器にからし味噌を山盛り型に置き、レンコンの断面を上から数回押し付けるのが最も簡単な詰め方である。製造業者などで大量生産する際は、 辛子味噌を5 0センチメートルほどの山盛りにしておき、レンコンの断面を上から山を削るように押し付けて詰める。辛子味噌を詰めたレンコンは5時間以上を置いておく。その後、小麦粉、ターメリック、水を粘りが出るように混ぜ合わせて作った揚げ衣をたっぷりまんべんなくつけて中温の油で揚げる。油は通常、菜種油を使うため、 衣のターメリックとの相乗効果で出来上がりは黄色く発色した状態となっている。揚げ上がったら適度な厚さで輪切りにして食べる。1984年6月、ラシレンコン製造業者の株式会社参考が製造・販売した真空包装のラシレンコンによるボツリヌス菌の集団食中毒事件が発生し、36名が 中毒症状に陥りうち11名が死亡した。その後の調査で工場で使用途中のカからし粉から菌の毒素が検出され、また、同一ロットの未開封品に袋からも毒素と菌が検出された。何らかの原因でからし粉に菌の微量汚染が起こり、このからし粉を使用したからしレンコンが真空包装の工程の後に相当期間 冷蔵されたことが、嫌やけ性のボツリヌス菌にとって、好環境となり、汚染が進んだものとされている。食中毒が発生した、からしレンコンを製造していた、株式会社参考のずさんな衛生管理が指摘され、非難、批判を受けた。この食中毒事件を受けて、熊本県内外の百貨店や土産店で販売されていた、からしレンコンの全面撤去が行われた。 また食中毒事件とは無関係にもかかわらず別のカラシレンコン製造業者も風評被害を受けてしまい50近い業者のうち約半数が廃業に追い込まれる事態も起きた同年12月に熊本県カラシレンコン協同組合が発足結成時は33社2020年現在12社が加盟組合では真空パック商品を製造しない 自主基準を設けているが、非加盟業者による真空パック商品は販売されている。ありがとうございます。